じゃん、 Facebook の仮想通貨プロジェクトですね。これニュースとしてはですね、 MIT 工科大学の教授が開発に関わってるんじゃないかっていうニュースなんですけども、そもそもは Facebook が仮想通貨プロジェクトをやるというのがですね、リークされたという形ですね。漏らされたという形ですね。はい。これ、本当か嘘かはやっぱりまだ確定してないんですけど、おそらくやるんじゃないかなというところと、このプロジェクトの名前まで出てますので、ありそうだよねと。こういうものをやるんだろうねっていう形ですね。で、結局ですね、今回のニュースですごく影響を受けた人っていると思うんですよね。単純に、Facebook も市場参入するんだ、この市場盛り上がりそうだね。じゃなくて、実はFacebook と連携をしてた相性プロジェクトっていうのがあったんですよね。もちろん今も稼働してるんですけども、そのトークンの保有者は寝耳に水というかですね、Facebook 独自にやっちゃうの、もともとこの今自分が持ってるこのプロジェクトのトークンはじゃあどうなるのっていうような影響はあると思います。で、これ大手さんでですね、今後どんどん起きてくると思います。例えば、昨年とか相性ブームっていうのがちょっと、下火になった時代ではあるんですけども、それでもやっぱりその中でもいいものを探そうってなったら、大手との企業の提携みたいな話っていうのをこう皆さん見たと思うんですよね。この会社とこれ組むんだ、この会社とやるんだっていうのは結構一つの投資目安としてやられたと思うんですけども、その組んだ会社さんが最後までそのプロジェクトの責任を持つ必要はあんまないですよね。提携、業務提携ですから。業務提携は解消される可能性も十分ありますからね。合弁の会社ではないですから。で、じゃあ業務提携をしましたと、なるほど、こういうふうにやるんだね、こういうふうにテスト的にやりました。じゃあ本当に自分も参入しますで、切り離されるというですね、いうちょっとしたリスクというか、そういったものがこう表面化したんじゃないかなと思います。で、じゃあ Facebook の仮想通貨プロジェクトって何っていうところなんですけども、おそらくこれ決済ですね。はい、まだ全貌出てないですけども、決済系のトークンとして実際に Facebook がこうプラットフォームで使えるんじゃないかなというふうに予測しております。この流れは Facebook だからっていうよりも普通にどの会社も起きるとは思います。自社開発ですね、で、一番の理由はブロックチェーンの開発コストがだいぶ下がったからですね。もともとはやっぱりこう高いとか技術者がいない、そんな中で安定して常に稼働するものを作らないといけないってなった時に、もうすでに作られてるイーサリアムとかを使おうみたいな話はあったんですけども、もはや企業によってはもう自社開発ができちゃうという市場が今の今というところですね。はい。